セルメルソークは2009年1月1日に発足したグリーンランドの基礎的自治体。グリーンランドの首都ニュークの所在地であり、居住人口は2013年1月現在2万1868人と4つの基礎的自治体中最多である。旧来の東グリーンランドと南西グリーンランドから構成されており、それぞれ形成時にあった。 大規模な居留地の名称に由来する名前が付けられている。セルメルスオークはグリーンランドの中南部及び東部に位置していて、面積は53万1900平方キロメートルであり、カースーとスップに次いで世界で2番目に広い基礎的自治体である。南部はクヤレックに隣接しており、境界はエランゴアスウォックフィヨルドに沿っている。西側の海岸線周辺の河川は、 ラブラドル海に注いでおり、デイビス海峡を挟んで北側にはカナダ領バフィン島と接している。北部はケカッタと隣接しており、そのさらに北側にはカースートスップがある。カースートスップとはグリーンランド表彰状の南北を横断する整形45度線でも接しており、往来は容易である。セルメルソークの北側には北東グリーンランド国立公園がある。 セルメルソークはグリーンランド島の東西にまたがる二つの基礎的自治体の一つであるが、両海岸の入植地を結ぶ定期便が設定されているのはセルメルソークだけである。ヌーク空港からクルスク空港、ナルサルスアーク空港行きの定期便があり、エアグリーンランドによる季節定期便が就航している。ヌークと西海岸のパーミュート空港を結ぶ地方路線もある。 グリーンランド語西部方言ともされるカラーリット語が西海岸の町や居住地で話されている。大きな町ではデンマーク語も使用されている。東部方言の津波テスオーリージアとも東海岸で話されている。ありがとうございます。